Ouais, vraiment. Il vient de dire qu'on est un peu plus au monde.明日っていうか今日っていうかは、木曜日ですね。そういえば、好きな食べ物って何なんですか？甘いもの好きなんですね。柑橘類。フルーチェとか好きですか？あんま食べたことないですか？あれうまいっすよ。あれうまいっすよって いうかまあ、あれ好きなんですよね。
昨日寝る前ずっとブサン見てた。え？シフト？ああ、そういうことですね。全然大丈夫ですよ。アーカイブとか見てるんで。今ランキングのやつがありますね。なんか、オープンリックのイベントでフェスみたいなチャットに貼りますけど。こういうのありますね。辛いもん食べれます？どこで出ましたね。
本当ですか。10時からっすね。家はだいたい8時くらいに出れば30分前くらいに着くんで、いつもは朝家でご飯食べて、まあ、早めに
あ、幸せ。聞こえて言ってたじゃないですか。そう。いや、ああ、そういうこと。全然一人の戦績だけ見るみたいな。うん、同じフィールドに行くんですよね、二人とソロと。え、ソロはソロ、そんなことも成り立つ私は困るとか。そこはいいんですよね、間違いないから。私好きだから私も最後に見られるのよ。
あとはそうです。ここが、ちょっと新しいのできるか。気がなくて。ちょっと大きい味、おいしいの味。しょっぱいならしょっぱいみたい。あれだ、楽しくない時間があんまりないね。俺は負けてるとき、タイプ叩いて、相手がミスしなかったりしなきゃいけないけど、俺は結構負けたらすぐ次行っちゃう。楽しい時間しかない。わけもないんだよ。どこかな。エピックスの。いいんだけど。一体ちょっと。弾力。